あー、なんだ、誰だ、またなんか、あ、来てる来てる来てる、足を組み替えます。どうもー、鳥の爪団外です。今回もレイヤーズオブフィア2続きの方やっていこうと思います。前回は赤い部屋を訪れましたね。だいぶこう精神がすり減るような演出が続々と起きた感じでしたけども、続きの方どうなってしまうのか頑張っていきましょう。いやー、でもこのゲームももう中盤は過ぎたんじゃないかな、さすがにね。アクト4だもんね、現段階でね。どんぐらいまであるんだろうな。結構俺はがっつり1時間とか撮って、で、それを編集してることもあるので、割と進んでるんじゃないかなって気がするんだけども。下手すりゃ終盤になってる可能性もあるよな。とりあえずポスターを1枚ゲット。なんか言い争いしますね。なんだろう、ここゴーって言ってるけど、こっちの部屋も、あ、行けないね。これもう最終地点にたどり着いたみたいな感じじゃない、アクト4のね。そんな感じあるよな。うわ、血の海だよ、もうこれだね。あ、もう このなんか呪いのフィルムの演出マジで嫌なんだけど、苦手なんだよな。ちょっとずつ海が何が起きるかなー言って最後までやったらどうなるの。あ、何、灯台、灯台が奥で多分光ってんだよな、あれな。あ、雨が降り出して何もない。どういうことこれまた戻してったらなんか起きるの。ザーッと行ってみよう、ザーッと。あれあれ、ん、これあれかな。あ、舞台に上がれるようになってるから、やっぱどっかで止めてあげんだな、きっと。どっかの駒が異常が起きてんだよ、きっと。あ、これだ！このシーン。あ、ほらほらほら。白黒になるよ。おーおーおお、灯台だ！中に入っちゃったの？すごい。なんかこの光に入ったら危なさそうな印象を受けるんだけども。アイテムがあるわ。おお、あれだよね、おそらくあのリリーちゃんかな、リリーちゃんがお父さんに対してすごい怒ってるようなシーンなのかな。モンスターとかって言ってたもんね。前もなんかあったよな、こういうのな。どんどん心臓引き抜いていこう。4人分心臓を捧げよう言うてね、うん、取ってっちゃうからね。おお、取ったよ。あ、鍵だ、鍵が出たぞ。この光浴びても大丈夫なのかな、一応。シュ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 。この鍵を使ってどっか開けんだな。ああ。OK。あ、ここか？ここの鍵だ。灯台元暮らし！いや、元明るし。何これ？あ、灯台の中に来たのか。マジで。実際そういうところに逃げてったのかな？灯台に。来て火事が起きちゃってみたいな感じなのかな。あ、壁にはフィルムがめちゃめちゃ飾られてるというか。あで、その灯台の上から落ちてしまったのかな、突き落とされたのかわからないけども、マネキンが何人も落ちてきてるもんね。ここからまた落ちることになるのかな。あ、なんだこの花をむしるの、すごい悲しそうな顔してる。顔はしてないか。もう幻覚が俺見始めてんのかな、悲しそうな顔してるよ、もうリリーちゃん。俺すごい泣いてるもん、ほら。うん、一本ずつもう抜いていこう。うん、これ何を表してるんだろう。ああ、すごい。ああ、落ちた、やっぱり落ちた。なんか密航っていうんですかね、あの船に内緒で入ってっていうストーリーが結構描かれてると思うんだけども、それがバレてしまって逃げ出した時とかのお話もちょこちょこあったと思うんですよね。これがいつの時代を表してるのかわからないけども、その密航がバレてしまって逃げた先にあった灯台からこう突き落とされてしまったとかっていう可能性もあるし、うん、どういうつながりがあるのかがちょっといまいち分かってないんだけども、まあ、やばさしか感じないよね、これね。血が続いてるような感じで、右に行ってますけども。ああ、やばいな。ここは開かないと。このアクト4は本当に赤だよね。
血の赤の演出ばかりが続きます。錆びついたようなその扉はやはり開くと、なんだろうね、カーテン、これはでも開かないのかな。あ、これだ、ここから。あ、刺したね、がっつり刺した。で、他のところのカーテンがまた引けるのか。あ、ここだ、ここのカーテンを引いて。あ、何回も刺すじゃん、すごい、何回も刺す。あ、こっちも刺す。あと一箇所かな、開けてないの、ここかな、このカーテンを開けて。ああ、ああ、ああ、やっちゃったのかな。女の子の方が殺人を犯してしまったのかな。お父さんやっちゃったのかな。やっぱり事件が起きてしまったんだね。起きないはずがないよね。そしてこの先には何が。あ、レコーディングルームだな。あー、でも視界が歪んでるぞ。たどり着けるか。あー、燃えてる。もうすごいな、めちゃめちゃ歩みがゆっくりになるんだよな。あー、下が血みたいな状態。うわ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 、やっぱりこの演出はシャイニングに影響を受けてるよな、こういうの。なんだなんだなんだ、洪水のような状態になってるけども、いいんだよな、奥に行こう。何度押し流されてもね。もう不吉な演出がずっと続く。すごいね、水と炎って対極にあるような存在だけども、それがこう融合するようなこの演出。おーおーおおお、あとちょっと、あとちょっとでそこの光。いやー、何度も押し戻されても進むしかない。この扉の向こうには何が。あとちょっとなのに。開けた、入れたぞ。実績のロック解除しましたね。流れに逆らうっていう実績を解除しましたけども、これで1枚フィルムゲットかな。あー、ノートの、ノートというか布切れ。うん、禍々しいね。リリー、 please come back. I need you. 男の子が泣いてますね。ジェームズかな、おそらく。Hello? My name is James. うん、やっぱジェームズだ。そこにもポスターが一枚。Wait of this. うわ、怖いポスターだな。Sad time. We must obey. Speak what we feel, not what we ought to say. 奥に行っちゃっていいのかな？いや、でもフィルムではなかったね。普通にアイテムだった。おお、まだもうちょっと続くのかな、アクト4も。まだまだ、お前を苦しめてやると言わんばかりの演出が続くな。ここはどこだ。あ、でも何度か訪れたような場所ですね、ここもね。あ、ざわざわ言ってる。あ、さっきと同じような。女の子かなんかがなんか洞窟にこもってるような感じですよね。これも一体何を表してるんだろうな。そっち行けそうだけど。Can you help me find my sister? やっぱジェームズのお姉ちゃんがリリーなのかな。これは番号が必要だと。なるほど。
じゃあその番号を得るために行かなくちゃいけない。ああ、ちょっと待てよ。これ怪しいよね。788かな。ちょっとこれ入れてみよう。トランプ。88。あ、開いたー。これで手に入るのは？なんだ？柳の木みたいな。あ、でも置物なのかな？なんだこのサウンド。なんか不気味だな。何かを巻くような音だったね。チリ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 って。で、こっち側かな？いや、まだこういうダクトみたいなとこ通んの？聞けるかな？あ、なんだ？もう、待って、もうめちゃめちゃ音楽不吉なんだよな。誰？あ、ネズミが。これ触ることはできないのかな？奥に行こうか。ああ、怖いな。あ！お父さん？殺しちゃったお父さん？あ、ライトついた。勝手についたんだけど。あ、起こしてあげるのかな？よいしょ。ああ、もうすごい！怖い！結構巨漢。で、ネズミがいるよ。逃がしてあげて。 In a sea of thirst, I was feasting, but never full. 腐ってるよな。 You, my teeth are yours to bear. マジでなんなんこの部屋。あ、別のルートができてるっぽいね。あ、こっちだね。よし、行こうか。ネズミを解放してあげたら新しいエリアが作られたっていう感じなのかな。さっきもなんかネズミに導かれるようにこっちの方に来ましたもんね。よいしょ。今度は洞窟っぽいところに来たけど、あ、またあの布きれいだね。この布を何枚か集めていくのかな。あ、またネズミが。こっちの部屋は開くね。ここにもなんか死体っぽいマネキンだな。あ、で、テレビ。これ、ジェームズが映ってるやつかな。あ、なんだ？足がなくなった？あ、ぽいな。腕がなくなって？あ、一個ずつなくなるな。で、頭がなくなる。なるほど。あー、で、五体満足になる。これ、パズルっぽいですね。あ、これがヒントになってるな。こっち側は頭で、こっち側は腕だな。ってことは、もう一回ぐらい。これじゃない？これで、頭と腕を置いたから、こっちの方が、お金の方が軽くなりましたね。何それ、どういう謎解きだよ。一個一個がもう謎解き不気味すぎるだろ。で、ネズミ解放できた。なるほど。どういう鍵？ I sailed the sea of nothingness. My debt to you, I will repay. これででも次いけるようになったのかな。 Here is my pound of flesh.で、さっき言ってなかったのが右側の方の道なので、こっち側かな？あ、ガルルル言ってんな。左側にも行けるけど、ちょっと先右行ってみようか。あー、すごいな。マジで海賊ものだよな。レイヤーズ・オブ・フィアーを見てるせいか、あの、つい最近割とあの、ディズニーランドでカリブの海賊とか行ってきたんですけども、一人だけレイヤーズ・オブ・フィアーのことを考えてる自分がいました。他の人はね、誰もわかんないだろうから何も言わなかったけども、あー、なんかレイヤーズ・オブ・フィアっぽいなって思いながら見てました。特別何もなかったね。これ全部のなんかルートをちゃんとクリアしないと、あそこの海賊船のところの謎が解けないのかな。よくわからんけども、まあいいや、行ってみよう。奇抜だな。壁紙がものすごい奇抜。うわ、なんかこの地下みたいなのは、うわ、めちゃめちゃやばいな。ちょっとこのパート、牙向いてきてますね。前回も結構やばかったけど、
今回のがちょっと苦手な牙の剥き方してきてるかも。うわ、ベッドか。何してんのあんた。なんだ、なんだろ、出産とかそういうのをイメージしたいのかな、わかんないけど。あ、ネズミが解放できたね。おー、やばいね。こっちの扉は行かないよね。あー、なんだ、誰だ、またなんか、あ、来てる来てる来てる。足を組み替えます。何その音楽、何、足を組み替える癖もよくわからないし。あ、うそ。何なんだよ、足組み替えてトーンと立ち上がって。勘弁してくれよ、何がしたかったんだよ。どういう驚かせ方だよ。これで上に行くだろう。でもだいぶもうネズミ解放したんじゃないか。まだ別のルートが一箇所ぐらいできてんのかもね。こっち側かな。あー、こっちっぽいな。ここはさっきまでなかったはず。開くね。あー、でネズミのケースもあるもんな。今度はなんだ。あー、なんか病人を表してんのかなこれ。天敵とかなんじゃない。天敵の管を取っちゃったのかな。なんだろうね。もう全部が怖い。一個一個の演出がグロテスクすぎる。直接的ではないにしても、マネキンを使ってても、いや、もうマネキンは直接的か。怖すぎるんだよな。レイヤーズオブフィアの場合、映像がめちゃめちゃ綺麗だから、より気持ち悪い。あー、まだ行ってないってことだね。なんだろう、バスルーム？あ、バスルームだね。取れるアイテムは特にないかな。こっち側を開けて。あー、なんか、クマの人形が置かれてるけども。おお、なんで？クマの人形を取り上げて。怒ってんの？ごめんね。すごい可愛いな、でも。まあでも、クマの人形はね、子供の死体を表してるっていうのが、まあ、ホラーゲームあるあるなんで、いい予感はしないですよね。こっち開かないんだ。これででも、また一匹ネズミを解放しました。また戻っていきたいんだが、シャワールームは開かないもんね。下通って、また洞窟の方に。これででももうだいぶネズミ解放したけど。あ、なんだ、こっちでいいのか。あ、はしごが出来上がってる。これだな、登れるようになった。おお、ここを進んできゃいいのか。 Lead us, O Captain.We will follow you across the seven seas. あ、大砲あるよ。なんだなんだ、視界が悪いんだけども。あの何度も襲ってきたあの化け物。おおおお、うわ、いるな。まじ、おい、嘘。死ぬ演出だった。基本やっぱあいつが出てきたら危ないよな。さあ、ということで、わけもわからず何回か死んだんですけども、ちょっと分かったことが一つありまして、まずあの大砲ですね、撃てますね。1、2、3箇所、4箇所あんのかな。もしかしたらスピード勝負かもしれないので、ちょっと駆け足でいきます。いまーす。で、ここでまず、これをボン。いったら、次、こっち。なんかすぐ襲われちゃうんだよな。ボン。そしたらダッシュでこっち。あったあったあった。3個目、ボン。で、明かりを照らしてって、こっちかな。で、ボン。あ、照らしてった方は安全になるのかな、かもしれないね。でスピード勝負なんだろうね。明かりを照らしてあげて、そっちの方に行って次の大砲を探す。そこだ。オッケーオッケー。で、これをボン。よしよしよし、いいぞいいぞ。だいぶ奥まで来たぞ。まだあるね、そこの大砲。
そいつらに気を取られないようにしつつ、よし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 、確実に前へ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 ですね。うん、小島よしおです。オッケー、行ったねー。オッケーオッケーオッケー。さあ、そしてここにはフィルムだ。いよいよフィルムだ。Forever. 緑色のフィルムですね。手に入れたぞ。よし、うん。で、舞いながら目を覚まして自室に戻っていく感じかな。よし、真っ暗だね、後ろは。カーテン開けていこうか。あー、でも結構アクト4は俺の苦手寄りの演出が多かったかもしれないな。なんか色使いかな、色使いがすごい上手かったアクト4。Here we are again. あ、何、あれ、あの絵はワン、え、繋がってんの、ストーリー。あの絵ってめちゃめちゃレイヤーズオブフィアワンだよね。え、やっぱネズミが出てくるってことはって思ってたけど、なんか怒んないで、ジェームズ。多分ジェームズだよね。うん、あ、これか、この箱を。 She lied to me. 開けて、ああああああ、生首、嘘だろ。あ、え、ストーリー繋がってんの、どこがどう繋がってるのか。いや、これちょマジで考察はかどるな。ちゃんと日本語訳とかのやつで見たいな、やっぱやりたい気がする。実況するかは別として。オマージュ的に入れてる可能性もあるけども、普通にストーリーがつながってる可能性もありますよね。それこそこうレイヤーズ・オブ・フィア1の主人公が実はなんかどうのこうのとかね。あれ、これは、ああ、こっちか。あの男の子が導いてくれてるのかな。走っちゃおう、待って待って。Can't you hear it? なかなかでも自室に帰れないな。いいんだよ、一回帰らせてくれても。まだなんか俺に恐怖させたいの。出た、なあ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 の歌。扉閉めるタイプなんだね、ちゃんとね。多分あの冷蔵庫閉めるタイプなんだろうね、山里さんみたいに。 Listen to my voice. Hold it deep inside. And I will どっち行ったらいいんだ。こっちか。あ、あ、開かないぞ。あれ、お、レイヤーズ・オフィアお得意なやつね。振り返ったら壁っていう。この辺の扉は多分開かないんだろう。奥行こうか。ダッシュダッシュ。 You got it wrong. お、あ、あそこじゃん。自室から出ようとした時に起きる演出、あのムービーだったな今な。おお、嘘、なんでこんな上から降りてきたね。おうおうおう、いや、もう自室がすごいことになってる。富士壺ついてる、気持ち悪い。え、何これ、もう海底みたいな勢いじゃん、やば。沈没船になっちゃってんのかな、もう呪われたさまよえる魂みたいな状態になってないかい俺。もうちょっと最初綺麗な豪華客船だったのに、単純にもう沈んだ豪華客船になってないか。タイタニックしてんだよな。あー、オッケー。で、ここには、あー、沈没した船の事件を取り上げるニュース記事かな。メトロノーム、これは動くんだ。で、ベッドがもう寝れる状態ではない。で、新しいフィルムなんかもあるから一応聞くこともできんのかな。なんかうごめいてんの気持ち悪いな。俺富士壺めちゃめちゃ苦手なんだよ、本当に。勘弁してほしいわ。ああ、ああ、音声もなんかだいぶ気持ち悪い感じになってますよ。さあ一回上上がって双眼鏡も覗いてみたいね。あ、こ
これなんかちょっとレアアイテムなのかな、さっき手に入れたやつ。謎解きをしないと手に入らないみたいなアイテムだったもんね。で、これよ、これ。これが覗いてみたかったやつ。あー、なんかもう、夜空は綺麗だけどもね。あ、あれか？ズームインし続けて。あー、沈んだね。うん。なるほど。あとは、ちょっとバスルームも久々に覗いとこうかな。いや、もう、バスじゃないルーム。水は？出ないね。もう水で癒されることもできないのか。トイレも流れない。蛇口も？音楽が流れます。ポーンの蛇口になりました。うちの蛇口は。で、ここ行くとムービーが流れるはず。さあ。4つ目のストーリーが描かれるようになるんじゃないかな。これね。うん。で、ここで犬が出てきて、そう。で、あと、猿のぬいぐるみとかがね、いるんだよな、この後な。はいはいはい。おお、ああ、そう、こんなあったな、あったな。ここまでだったんだけど、さらに奥のストーリーが見れるようになった。うん。You struggle against the current. Fight. 燃やされて？あれ？リリー？いよいよリリー？ポスターもだいぶ集まってきましたね。ということで、じゃあいよいよアクト5のフィルムを見ていく感じになるのかな？ここのドレスアップルームももうとんでもないことになってますよ。気持ち悪いな。よし。開けて、取って、これはでもつけられるんだね。さあ、見ていきましょう。いよいよすべてのパーツが揃ってしまったぞ。最終チャプターなのかな？Stretching into eternity. Restless. Roaring. Terrifying. For years he has learned.Hide, to flow with the tide, to pretend, to be one with the void. But now that a flame has been lit, he knows there is no other way. Too soon to let go, too late to turn back.The eyes of eternity are once again upon him. He stares back. No.いやーもうなんか突然バンって来るんじゃないか来るんじゃないかってすごいヒヤヒヤしながら見てましたけども、いやーこれでいよいよアクト5に突入なのかな。あ、でもフィルムケースももう入れられるとこほとんどないもんね。1,2,3,4と振られててこれが5番目だもんな。ってことはマジで最終チャプターなのかもしれません。開いたぞ。え、普段開いたらなんかちゃんと綺麗なところに連れてきてくれるのに。嘘だろ。さあ、メモ帳こんな感じになってます。さあ、ということで、アクト5は深海での冒険が待ち受けてそうな予感がしますが、ちょっと一旦ここで区切って、また続きは次回やっていこうと思います。ということで、今回はこの辺でまた別の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。